brief thank you at Tipsy for partnering with us on today's video. これは何？はい、これは何ですか？春菊出ますね。春菊ってみんなあるのかね？ほうれん草でも、ほうれん草でも OK？ もっと香りの強い野菜ってある？クレソンがいい。クレソン。春菊 is called garland chrysanthemum. I practiced this like 4 times before I'm filming, but still don't get it right. It has a distinctive bitterness and very unique aroma. It's abundant in winter in Japan. Do you have this in your country? Let me know in the comment section. Mome tofu の水切りをする。はい。で、で、春菊の電子レンジにちょっとかけて水切りをする。絹豆腐だと水分が多すぎるから。なるほど。で、今これはこれを芯の方を先に、あ、ちょっとお塩入れたんだ。お塩、お砂糖か。そう、お砂糖。いや、お塩だけ。お塩を入れたいんだ。いや、いい。どれぐらい茹でるの？今柔らかくなるまで大体3分ぐらいかな。そんなに茹でるの？3分も茹でなくていいか。分かんない。2分ぐらいかな。うん、2分ぐらい。いや、適当だから言われても困る。はい、食べられればいいよ。食べられればね。先にとにかくこっちを茹でて、うん、芯を茹でて、そう、芯が硬くないように、うん、そして、あ、電子レンジ回った。茹でた。あ、ちょちょちょ、大丈夫ですか？気をつけて。はい、茹で上がった。まずだね。ちょっと冷ます。これ冷ます。面白そう。キッチンペーパーに入れたままするの。そうそうそう。これどんなごまでもいいの。いってない。いってないとダメ。どれぐらいまでするの。ペースト状になるまで。あ、じゃあ結構かかる、ね、結構かかる。練りごまじゃダメな。味が良くない。へえ。そうなんだ。なんで昔の人はそうやってやってたの。大きいのだからテコの原理。そんなちっちゃくなかったんだ。そうそう、このぐらいだったの昔は。だから今でもほら仏教のさ、精進料理作る人なんかこういうのでさ、やってるよ。こうやってやるんだよ。こっち持ってこう、うん、こう。でも俺はちっちゃいからこうやって押さえてやっちゃうけどね。じっとになってきたね。ほら、ペースト状になってきたでしょ。これかれこれ5分間ぐらいずっとやってたよね。いや、だから5分って時間じゃなくて、この状態、うん、このほら、ペースト状になってきた、うんうん、こんな感じ。はい、これで OK。 2杯くらい入れて、大さじ1ぐらいかな、今すぐ、うん、大さじ1ぐらい。これも同量ぐらいね。これもでやった方がいい。一応メジャーしないもんね。しない。ちょっと、これ豆腐入れるじゃん、うん、豆腐に入れることによって、うん、味が薄まるの。そうそうそう。結構硬いかったね。でもね、料理に使う場合は硬い柿の方が美味しい。柿美味しいよね。柿でも売ってる。でも柿は売ってる。柿って言って売ってるのか。なんか確かパーシモンみたいな感じ。パーシモン。うん。みたいな感じだった気がする。あ、本当？わかんない。そういうのかな。ちょっと調べる。結構薄め？これね、大きく好みなんだけどね。ちょっと千切りみたいな感じ。うんうんうん。もう柿2個目ね。うん。2個あったから、たまたま。そして、これ何してんの今。器を作る。中をくり抜く。一回じゃ切れないから何回かやる。すごっ。そんなの思いつきもしなかった。いや、たまたま2個買ってきてくれたから。この柿使わないもん。柿入れちゃえばいいじゃん。食べちゃダメ。どうぞ。食べます。じゃあ、うん、
醤油洗いっていうのをどうする醤油洗い。あえるね。ちょっとだけ醤油を入れてあえて。あえるの。それで、これを持って、なるほど。ぎゅーって絞る。醤油を絞るの。醤油洗い。醤油洗い。だから茹でたお野菜って水っぽいじゃん、うん、だから切って水を切ったら、うん、もう一回お醤油をこうかけて絞っとくわけ。そうすると水気が切れるから、うーん、味が濃くなるんだ。味が薄まらない。うん、あ、それってさ、なんかきゅうりとかをさ塩もみするのと同様な感じ。そう意識、イメージとして同じ。それの醤油版。ナッパ版ね。ナッパ版。だから例えばほうれん草のごまえなんかも、うん、そういう風にするととっても、水切りした。した状態。水が出てない。なんかあの、すごい、だいぶカッテージチーズみたいな。硬くなってるね。カッテージチーズみたいな。これぐらいしっかり水切りする。そうそう、はい。それぐらい水切りしたらもうさ、水っぽくならない？と思うけどね。例えば作り置きとかしてもいい？いや、これはね、結構ね、うん、悪くなるから。あの練ってるこういう生ものをさ、うん、こう混ぜてるじゃない、うん、悪くなりやすいに割と。なるほどね、うん、じゃあ当日に食べてくださいって感じ。そうそう、こうもう液状じゃないけどクリーミーになるまで混ぜるのね。最後ね、残ったやつをそれでこす分け取るか。あ、柿がない人は洋梨ね。柿がない人は洋梨代用しても美味しいと思う。あ、それ美味しそうかも。同じなんか感じだもんね、味のコンビネーションとしてはね。ちょっと柔らかさとさ。そうそう。When I was little, I used to have a persimmon tree and chestnut tree in my backyard. え、柿の木あるの？まだ。ある、まだ残ってるよ。どこにある？あそこの桜の木の下。へえ、でもさ、いつもリスに食べられててさ、私が食べる時はほぼなかった。でも結構いっぱいなってたよ。あんまり柿ってそんなに好きじゃなかったような気がする。でも子供の頃は確かにそうかもしれないね。柿の本当の美味しさを知らなかったかも。綺麗。そしてはい、出来上がり。たらーん、すごーい。柿の器の中に柿、うん、何？柿と春菊の白あえ。柿と春菊の白あえです。ね、その顔。So I want to open this sake box from Tipsy with you guys. So I have been working with Tipsy for over a year now. Every time I open this, they get me something completely different. So let's see what we get today.This time we received this beautiful sake set with a hand basket. This would be a great gift for holidays. One of my friends did a sake tasting at her birthday party using this sake box, which has a beginner's guide booklet that teaches you the basics, including serving recommendations for every bottle. I thought it would be a fun activity for the holidays. If you are interested, use my code MIWACOOKING, N-O-V, to get 15% off for all of your purchases.My mom went to the farmer's market this morning and brought this local daikon radish. We call it chisan chisho in Japanese, meaning we enjoy what's harvested locally. だけ作るけど、普通にさ、こんな下茹でしないで炒めてた。そうすると、まあ、美味しいと思うんだよね、こっちの。苦味が少ないってこと？やっぱ下茹でした方がいいんだ。なるほどね。I usually remove excess oil from fried tofu by pressing with a paper towel, but this time she did completely different way, which was eye-opening for me. So let me show you how she did it. ラー油を何すんのこれ？油抜き？あ、レンチンね。結構クタッとなるまで入れたんだ。綺麗な緑。それは
と思ってるよね。あ、色が綺麗になるから。あ、なるほどね。お、パリパリ、パリパリになるの。だいたい何分ぐらいやった。600ワット3分ぐらい。パリパリ。これ普通に電子レンジじゃなくても炙ってもいいの。炙るとね、焦げちゃうから。電子レンジの方が。電子レンジない人は、電子レンジない人はやっぱ炙るしかない。オーブントースター。あ、トースターね、普通にオーブントースター。ブロックに入れる。しかもキッチンペーパーのまま。だからこれ油が出るから。あ、なるほどね。で、私の全部これ創作だから。あ、帰ってきた。ちょっと待って、おかえり。おかえり。崩すの。崩す。どれぐらいになるまで。粉々になるまで。うーん、うわー、なんか面白い。なんか粉々、すごい面白い。見えるこれ、みんなね。だから、こんな粉になる。水分をさ、飛ばさないと粉々になんない。本当にパリパリまでしてるのがいいんだ。結構薄切りね。結構薄切り。皮は全部取ったっていうよりは汚いとこだから。汚いとこだけど、皮とさ、身の間が一番香りが強いから。取りすぎちゃうと香りもなくなっちゃう、うん、はい。そしてずっとそれに混乱してるね。あ、できた。できた。小さじ1杯半くらい。ごま油大さじ1杯半で入れます。切ったやつね。水気を切ってね。これさ、大根の葉っぱじゃなかったら何が使える？カブの葉っぱ？人参の葉っぱ？いけるか。一つまみ、二つまみとかっていう言い方はそうね。三つまみぐらい。めちゃめちゃシンプルだね。だって塩とお酒だけ。うん、塩はだいたい味見しながら塩を決めて。適宜だね。うん、で最後に。大根の葉っぱのえぐみと、うん、この豆腐の油分が加わることによってマイルドになると思うの。はい、完成。出来上がり。最後、ね、ごま入れ忘れたからごまを入れる。So my mom actually made two more dishes, but the video ended up over 30 minutes long. So I was gonna ask you if you want more of what she makes for me type of video. Let me know in the comment section. I would happy to make one for you. Okay, thanks a lot for watching and see you on the next one. Bye! またねー!